こちら福島ユナイテッド FC は前節と同じスタメンということになります。ゴールキーパーは山本海斗です。スリーバックは右から福島隼人、堂花、そして鎌田翔馬。ボランチの位置に鎌田博文と上畑、右に吉永、左に池高、前線、ワントップに幸恵、その下にシャドウとして樋口と橋本陸ということになります。今日は前節、ベンチにも入っていませんでした十勝がベンチに入っているということになります。前節熊本戦から3枚メンバーを変えてきています。ゴールキーパーはタディです。ディフェンスラインは坂本、鈴木、石田、魚里と、ボランチの位置に新井大輝と瀬瀬、中盤右に秋山、左に清永、そして今日は2トップを予想しています。石川と大久保の2トップと、予想しています。前節スタメンでした杉、原田、長嶋は、今日はベンチスタートと、いうことになります。さあ樋口のボール、ヘディングシュート、相手より前で触れましたが、さあここは大久保思い切って打っていきました。これはバーです。この辺りは大久保らしい。さあここはうまくつなぎながらボールを運んでいこうという福島ユナイテッド FC。 上畑から今度は前線に送って幸恵です。そして右足のシュート打っていきましたが、ここはゴールキーパーセーブしています。最後シュートを打ったのは橋本陸です。さあ鎌田から右サイド、福島隼人から吉永が中に送ってファーサイドに池田がです。池田が右足を振っていきました。これが決まりました。ゴールです。見事に決めていきました。左サイドでプレーをしています。今シーズン初ゴール、 J 初ゴールということになります。うまくいいところにボールを置いて、この右サイドからのクロス、シュートが打てるところにうまくボールを置いて右足を振っていきました。池田がです、初ゴールになります。さあ幸恵から左サイド、そして左サイドからのクロス飛び込んでいきましたが、これは枠をしっかりとゴールキーパーの田尻がセーブしています。もう一度鎌田に下げて、鎌田が中に送ります。クロス頭で落としてシュートを打っていきましたが、最後はミートすることはできませんでした。さあ清永のコーナーキックをバウンドしてバーの上ということでしたが、探しましたが、このディフェンスラインでつないで石田から魚里、魚里から縦、もう一度魚里です。さあ一度カットしましたが、セカンドボール拾って鳥取シュートが打てるかというところ、うまくペナの中に入っていきましたが、最後決めていきました。1対1同点です。最後ゴールを決めたのは魚里です。一度ボールを奪われそうにはなりましたが、ここは大久保が思い切ってシュートを打って、その後のセカンドボール、この一つ目の運びがいい形になりました。もう一度右サイド、森コーダーのところにボールが来ました。グランダーのパス中に入れてシュートまで持っていって決めました。いいタイミングでゴールを決めていったのは樋口です。島がリードしました。ここは森のパスから樋口もいいタイミングでシュートを打っていきました。見事にゴールネットを揺らしています。樋口今シーズン5ゴール目ということになります。さあ魚里のスローインから石田が中に入れて、最後はヘディングシュートというところでしたが、ゴールキーパー山本海斗がキャッチしています。さあセカンドボール拾ってというところですが、川西落ち着いて対応します。そしてスローインになって福島ボールというところですが、ここで笛が鳴りました。
2021明治安田生命 J3 リーグの第17節、福島ユナイテッド FC 対ガイナーレ鳥取、ゲームが終了しています。スコアの方は2対1で福島ユナイテッド FC が勝利しています。